はい、どうも、つよぽんさんです。はい、今回もまたまったりいきましょう。まったりいけるかな？よいしょ。早歩き。お、チュートリアル。おいで、おちりさん。お腹すいた？なるほど。どれ？あ、失敗した。どれよ。ほらほら、大丈夫。そうそう、おいで。おいで、おいで、ほれ。ほれ、いさりよ、ほれ。大丈夫。うわー、早速下手がバレる。こういうの苦手なんだよな。ほれ、おいで、ほれ、ほれ、ほれ。よっ、あー、バカやった。大丈夫。わざとだと思うでしょう。わざとじゃないんだよ。あ、動くなか。え？大丈夫。そうそう、おいで。ああ、そういうことか。何も押しちゃいけないんだね。で、コントローラーも動かしちゃいけないんだね。表示出てるじゃんっていうツッコミはちょっとよしてね。はい、確認。ケーブルカーの駅へ向かえ。もう説明もろくさっぽ読まないから。おバカなつよぽんさん。何このインディアンみたいなの。ああ、いいじゃん。ふんふん。なんか忘れそう。いいや。またさっきの。なるほど。未来の予測。あ、そういうことなのね。はいはいはい。あ、間違えた。よっ。で、そうだよね。今度は？鳥と男。ああ、なるほどね。R1 で確認。ほうほう。ほう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 。はい。時間が惜しい。さっさと行きましょう。あれ、カバン置いてある。クリス？どこに行ったのかな。バッグの中じゃないよね。 さてと、中見ちゃうスかマーな。トフォンが入ってるね。スマートポンが。ああ、なるほどね。探る。ほらね、噂をすれば。何見てお。る？ああ、なるほど。脅かさないでよ。君さ、秘書になったつもり？なってたから。そう、どうもありがとう。自分で出るよ。あ、そうだ。そういえば、すごいもの見つけたんだ。何？それは秘密。見てのお楽しみ。来なよ、こっちだ。どこ？こっちこっち、驚くなかれ。なんだ。
手がかりを発見。指名手配。これ見てよ。いいね。極悪な指名手配犯に会えるかな。これがあのナタ持ってるやつかな。そんなまさか、こんな誰もいないようなとこ来るわけないよ。へえ。じゃじゃん。どうすごい？すっごく。なんだよ、かっこいいって思わない？かっこいいだなんて思えないんだけど、なんでそもそもここに？何が？なんで射撃場がスキー場のふもとにあるわけ？ああ、君、ジョッシュの親父さんに会ったことない？あるけど。自称凄腕ハンターさ。君もどう？うん、譲るよ、ハンターさん。よし、行くぞ。ん？ね、これ俺がやるってこと？このシチュエーションが。あ、やっぱり R2 で撃つのね。こういうことか、こういうことか。よっ。あれ、あれ、これでいいんじゃねえの。ん？失敗？こっちか。こっちなのかな？あー、見てなかった。これか。よっ。なるほど。あー、順番なのね。よいしょ。頑張って、クリス・レッドフィールド君。よっ。初心者のまぐれってやつなんじゃないの？いや、そうじゃないんだな。ほっ。まあ、あの大きさと距離だったら誰だって当てられるんじゃないの？やめようよ、そういうの。もう大体わかったよ。かわいそう。トウ。ほら見ろ、動物は殺さない。ねえ、ハンターさん、来たよ。待ってよ、いいとこなのに。ほら、クリス、ケーブルか。なるほどね。これさっき見たんだね。1年経ってからまたここに戻ってくるなんてね。本当ですよ。着いた瞬間全部思い出しちゃったよ。もう1年か。おかしいな、ドアに鍵が。ああ、それは人が入らないようにジョッシュがそうしろって。ジョッシュが？人って誰？わからないけど、前に駅で寝てた人がいたって言ってた。気持ち悪い。ナタの男のことか。はい、よいしょ。お、クリスの顔がアップ。はい、ということで今回はここまで。また次の日にお会いしましょう。つよぽんさんでした。ピロロロロロ。